福岡勢が前で待つ中で、まず後ろから中部勢がアクションを起こしました。ただ5番の山本も誘導と車間を空けて、さあ山本がこの石田の上昇に待ったをかけますでしょうか。残り800を切って前をまず3番の石田が抑えて、1番の一ノ瀬がこの3番手にスイッチしています。そして5番の山本が車を避けての4番手、4番の久保が6番手です。3番の石田拓磨、さあ3日間続けて最終バックを取る競争となってくるんでしょうか。2番手には6番の永原、地元の1番の一ノ瀬がいて、6番手から4番の久保、まずは久保が後方から一気にかましてまいりました。気づいた石田もペース上げてくるんですけれども、4番の久保浩二、ただ7番の真鍋ちょっと連携乱れるような感じになりまして、3番の石田がこれは絶好のポジション、2番手にはまりました。3番手には6番の永原、アウトコースが7番の真鍋、あとは5番手から1番の一ノ瀬がまくってくる。さあ地元の一ノ瀬がまくっていって、2番手からは3番の石田をまくってくる。これはまくり合戦となりました。先頭は3番の石田に変わってくる。その後ろが1番の石田勢、さらに外を通って福岡の2人、4コーナー回ってきた。先頭は3番の石田、後ろから1番一ノ瀬が捉えたか、外は5番の山本に、内は3番の石田。